皆さん、こんにちは。ファッションモデルやタレントなどマルチに活躍している神田うのさん。旧通産省の元技官を父に持つ正真正銘のお嬢様です。セレブタレントと称されているだけあって、見た目からもお嬢様っぽさが前面に出ています。そんな神田うのさんですが、最近テレビで見かけないという声がありますが、現在何をしているのでしょうか。そこで今回は、神田うのさんを最近見ない理由、干されたと言われている原因、現在の活動内容を調べてみました。また離婚するのではないかと言われているそうですが、この噂は本当なのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。タレントの神田うのさんが2024年7月8日放送のテレビ朝日系徹子の部屋に出演しました。14歳でモデルとしてデビューし、芸能生活35年になる神田うのさん。家族に大反対される中、芸能活動を続けてきたそうですが、その中で一番応援してくれたのは母方の祖父だったそうです。10年前に90歳で他界しましたが、祖父母の中で唯一結婚式に出席してもらえ、ひ孫も見せることができたといいます。これまで大きな支えになった祖父との思い出を語っていました。芸能生活35年で大きく変わったのは父で、猛反対していた芸能活動を今は応援してくれるようになったのだといいます。1975年3月28日、東京都目黒区に誕生した神田うのさん。幼い頃から街を歩けばスカウトの人から名刺をもらうなど、かなりの美貌だったのだと言われています。ただ前述の通り、両親の反対により神田うのさんが芸能界のドアを叩くことはありませんでした。しかし、もともとファッションに興味があった神田うのさんは、モデルになりたいと両親に直談判したそうです。結局のところ両親が折れ、1989年の14歳の時、スペースクラフトエンタテインメントに所属してモデル活動を始めました。約3年間の下積み時代を経て、2002年に雑誌プチセブンに登場したことで知名度を上げました。2004年以降は人気バラエティ番組にも出演するようになります。タレントとして活躍する傍ら、テレビドラマや映画にもたびたび出演するなど、多くの人気を集めていきました。ただ1999年に始めたプロデューサー業が軌道に乗ったことで、テレビに出演する機会が減っていきます。2024年現在のレギュラー番組はゼロなので、神田うのさんを最近見ないけれど何をしているの？と噂されてしまうのも当然と言えるでしょう。神田うのさんが干されたと言われているそうなのですが、その原因は何なのでしょうか。神田うのさんが干されたと言われている主な原因は次の通りです。一つ目は、ファッション業界にいるのにファッションセンスがないからというものです。神田うのさんはファッション業界にいるのにファッションセンスがないと言われています。頻繁に SNS で全身コーデなどを載せている神田うのさん。しかし、知性や品格が感じられないとか、お金あっても服のセンスはないねなど、下品にしか見えないというコメントが相次いでいるのです。もちろん中にはおしゃれという感想を持っている人もいますが、大方アンチが多いようです。二つ目は、適さない格好でお墓参りに行ったからというものです。神田うのさんは2020年12月28日、家族でお墓参りへ行ったことを写真付きで報告しました。そこには、お墓にお水をかけてあげている娘と一緒にシャネルのネームタグがついている白黒バイカラーマスク、エミリオプッチの柄ダウンジャケット、真っ白のニット帽子という独特なファッションの神田うのさんも写っていたのです。さすがに、お墓参りにこのファッションはないとか、適材適所という言葉を知らないのかな、などファッションに対していろいろと言われてしまいました。3つ目は、庶民感覚から逸脱しすぎているからというものです。神田うのさんは2016年10月に娘のママ友たちとファミレスロイヤルホストでランチ会をしたことを報告しました。とても楽しいひとときだったようですが、パパに言ったらロイヤルホストで、ってかなりびっくりしていましたという反応も一緒に載せていたのです。というのも、神田うのさん自身もセレブですが、結婚した夫もまたセレブであり、庶民的なレストランに行ったことが驚きだったようです。年収で言うと1、2億ほどあると噂されています。だからこそ
夫婦で庶民感覚から逸脱しすぎていて好きになれないと思っている人が多いのは事実でしょう。現在の神田うのさんはテレビでタレント活動はほとんどしていません。その代わりにプロデューサーとしての仕事をしています。調べてみるとかなり多くのブランドを持っていることがわかります。さてそんな神田うのさんは2024年現在整形をしすぎたことにより顔面崩壊しているのではないかという噂が立っています。ここ最近時折テレビに出るのに以前から顔が変わったと SNS を賑わせるといいます。2011年に徹子の部屋に出演された時の神田うのさんを見てみます。2011年といえば神田うのさんが娘さんを出産した頃です。出産後ということもあってか顔が腫れぼったくなっていたようです。そして神田うのさんの顔が一番変わったと言われていたのが2019年頃のようです。日本テレビ有吉ゼミに出演された神田うのさん、静止画になったタイミングが悪かったのかもしれませんが、なんだか不自然に見えっと話題になりました。顔が腫れていて全然シワもなく別人ではないかと思われるくらいに顔が変わったように見えたといいます。20代の神田うのさんと2024年現在40代後半になった神田うのさんを見比べてみるとより分かりやすいかもしれません。ではなぜ神田うのさんはここまで顔が変わってしまったのかというと、どうやら整形のしすぎが原因なのではないかと言われていることが分かりました。そう思われても無理はないような変化ですが、神田うのさん自身は目も鼻も整形ではないと整形疑惑は否定されています。ただヒアルロン酸注射とベビーコラーゲン注射はされているそうです。ちなみにこのヒアルロン酸注射とベビーコラーゲン注射はエチケットなのだと述べています。神田うのさんは整形ではなく若返りのためであることを明かしていたそうです。ヒアルロン酸注射とベビーコラーゲン注射はメスを使わないことから40歳を過ぎた有名人がよくする手術なのだそうです。もちろん永久的な効果はなく定期的なメンテナンスが必要だとしています。この定期的なメンテナンスをやりすぎで神田うのさんの顔は変わってしまったのかもしれません。ということで神田うのさんはヒアルロン酸注射とベビーコラーゲン注射のやりすぎによって2024年現在は顔面崩壊と言われるまでに顔がアヒル顔に変わってしまったということが分かりました。さて絵に描いたようなセレブ生活を送っていた神田うのさんでしたが、夫婦関係は当初から円満とは言えなかったようです。これまでにも何度となくお互いの不倫疑惑が報じられてきました。お互いに自己主張が強いので結婚生活となると衝突することが多かった。二人が人前で言い合いを始めてしまうこともしばしばありましたと芸能関係者は語ります。結婚から半年も経たない2008年2月、夫の西村氏がホステスと温泉旅行に出かけ混浴を楽しむ姿が報じられると、同時期には神田うのさんもホテルやレストランエステサロンを経営するセレブ社長との密会が報じられました。そんな二人に大きな転機が訪れます。2020年11月、西村氏が脳梗塞で倒れ救急搬送されたのです。病院に駆けつけた神田うのさんは変わり果てた夫の姿を見て号泣したといいます。当初西村さんは寝たきりで声も出せない状態でした。ようやく体を起こせるようになり車椅子に乗れるようになると懸命にリハビリに取り組んで少しずつですが自分で歩けるようになっていったと前出芸能関係者は語ります。二人の結婚生活は紆余曲折がありながらもめでたく17年目を迎えました。振り返れば神田うのさんは結婚会見の時も離婚だけはしないと言い切っていました。別居しても何度となく不倫疑惑が浮上してもそれでも別れないのはなぜなのでしょうか。彼女は離婚に恐怖心を持っているようなんです。経歴に離婚という文字を残したくないというプライドもあるのでしょう。またうのさんは西村さんと結婚してから社長夫人という肩書きもつき、ますますセレブライフを極めています。離婚で得られる慰謝料と婚姻関係を続けて得られるものを天秤にかけた時、離婚しない方のメリットが多いと考えたのではないでしょうか。今後も何があろうと離婚という選択ではなく適度な距離感で関係を継続させていくのだと思われます。いかがだったでしょうか。今回は
カンダウノさんの私生活を中心に覗いてきました。カンダウノご夫妻を見ていると、夫婦の形は千差万別なのだということに気づかされます。離婚する理由はあれど、離婚する価値を見出せないから一緒にいる。なんとも不思議な価値観と言えます。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。